目をつぶり鈴の声を聞いてやるといい。その鈴の音が呼び覚ますじゃろう。眠っちまってるお前さんの古い記憶を。何があった？賊どもが平田屋敷に巫女様を急ぐのじゃ。今幾年だ？何をおかしな。教えてくれ。龍泉詣での年であろう。流線詣で3年前か。どういうことだ。武士殿は古い記憶と言った。何も覚えてはおらぬが、これは過去ということか。主、恋の鱗を知らんかい。キラキラ光る宝鯉の鱗、それを持てば存分に褒美を取らそうぞ。